男子決勝戦、茨城県代表県立富士白石水高等学校対神奈川県代表法政大学第二高等学校の試合を開始いたします。試合に先立ちまして、両チームの役員選手をご紹介いたします。紫色のユニフォーム、茨城県代表県立富士白石水高等学校、監督滝川和則。赤6番
藤田龍河。この試合のレフリーは日本協会公認審判員安田博氏、永原文雄氏、両審判員。テクニカルデレゲートは北中博氏。